どうも皆さんこんにちは。ということでね、クッキーアンドアネスということでね、今回ですね、ダイヤモンドボグチャレンジ、今回ですね、あとね20分ぐらいしかないんですけどね、あとね全然足りてないと、ということでね、頑張って急いで見つけていこうかなと思います。でまあね、パート1、パート2で見てない方ね、概要欄にリンクがあります。ぜひそこから見てください。もうね、もうだいぶね時間がないんですよ。とにかく時間がない。ちなみにこれ時間がね20分後経つとね、もう何も採掘も何もできなくなっちゃうんで、ほんとゲームオーバーですね。まあね、もしできなかったらね、第2回ということでね、またね挑戦していこうかなと思います。ここもうまた来たんだよな、ここ前。ほんと見つからない。こんな奇跡が起きてる。これ前回ね、ギリギリ見つけたんですけど。もしなんかしてない。ちょっとこっち側の。ちょっともう最悪、露天掘りじゃねえわ。もうこういう風にね、掘っていこうかなと思います。まあ、どんぐらいの深さかよくわかんないですけど。未知のところに来たけど、ここは未知のエリアではないね。全く見た感じないっすよね。ないね、ない。えっと全然ない。想像以上に見つからない。マジかよー。じゃあこの動き方だね。どうすればいいんだ。壊れたし。今そういえば12個ですね、ダイヤモンド。このペースじゃ間に合わない。よくあるはずだよな。そうだよな。ダイヤモンド出るよな。90% あるんでね、結構余裕かなと思ってたんですけど、僕の場合運がないんで全然余裕じゃないっす。むしろ全然足りない。お？お？まさか？ダイヤモンドがなーい。これ来たところじゃ、なんかこうやって生きる形跡がある。どんだけ広い範囲俺は行動してるんだ。こんな動いてもまだまだ。ちょっとマジでどうしよう。行ったらあったりとかしないかな。あと15分。マグマダイブしたけど生還。さあ、もうやっとだ。しかも明るさが足りない。光源が1個しかない。やったー。待って、時間がないから素早く素早く置いて急いでやって、もうこれしか作れなくね。最後の貴重な16個。実際に行きましょう。時間がないんで。まあね、これをね、ロストしないようにね。危ない。
んなとこにあったのか。やっぱマグマの近くにあるんですね。やった。怖っ。よしよし。この下マグマ説だから。取っとけば。